ウェルカムトゥ京都、ウェルカムトゥ夢八幡 TV。 本日も歴史について語ってまいります。本日は京都はまた寒くなりまして、近場というのもなかったんでですね、天道神社というところに行ってまいりました。四綾ぶったか松満五条ですので、四条と五条の間の仏光寺通りと、で、例えば、堀川ですね、堀川通りと大宮通りの、ちょっと大宮通り近くの猪熊通りというのがあるんですが、そこに鎮座します天王神社というところに行って、動画を散策動画を撮ってまいりました。平安京ができたですね、延暦13年794年にですね、桓武天皇が先祖と共にですね、その前に長岡京に遷都しようとして、佐原親王のたたりなんかがあって平安京に来たわけなんですけれども、その時に平安京に鎮座したと。もともとは東の洞院を行け、上がるということですんで、今の京都市役所の近くやったんじゃないでしょうか。壮大な敷地だったそうです。今はもうそのちょっと行きましたら、北行きましたら今の京都御苑、京都御所がありますけれどもね、平安京ができた頃ですから、もっと西に寄っておりましたんで、そこに鎮座した壮大な敷地だったそうです。で、その後応仁の乱などの陛下で消失してですね、信長によって、五条坊門の猪熊の地に鎮座したのは1574年、定所2年だということです。その頃も1丁ぐらいある大きな敷地やったようですけれどもね、信長いうのは隠蔽氏で、もともと神官の出ですからね、小田鶴神社の神官の出ですから、何かそういうのを重要さを知ってたんじゃないでしょうかね。それで天明の大火、天明8年1788年天明の大火で消失しまして、何度か修繕を繰り返して現在に至るというところです。まあ、花粉ですみません。もう今は小さな村社のようになっておりますけれども、御祭神としましては、天照大神、八幡大神、春日大神ね、で 天皇天満宮というのがありますし、薬足稲荷で、厳島神社や高神社の小さい祠がありました。それでですね、一角にですね、明治天皇の皇后と言われております昭憲皇太后の胎盤をですね、見えず、図か言うんですかね、胎盤を埋めたところがあります。これは父の一条家の父君が上、そこへ埋めてですね、昭憲皇太后の成長を祈ったところ、19歳で皇后に宣言したと言われております。昭憲皇太后は、
明治陛下のより3つ上と言われておりまして、私は何度も何度か述べておりますが、明治天皇は2人おられたんだと。東京に行った長州田伏の大室虎之助と言われる明治天皇と、でそれとですね、孝明天皇とともに、堀川、六条ですかね、日蓮宗の本国寺に入った裏御所として入った陸奥親王親王がいたということです。証言皇太后にはお子さんと言われる方は表には出ておりません。大正天皇は柳原鳴子さんと側室と明治天皇ですねに生まれたお子さんと言われております。証言皇太后は1849年1914年ですね、大正、3年まで、生きられた方でですね、もちろん明治陛下が亡くなった後は皇太后と言われますが、その後、証言皇后に直さなければおかしいですよね。今の、皇順皇后も皇順皇太后ということになっておりましたが、亡くなった後は証言皇后ということになっておりますからね。それはですから何かからくりがあるということです。陸奥親王の妃だったのかもしれません。それを分けるために皇太后としたということで、一条家のお姫さんですね、一条春子、左大臣、一条ただ一条の一条家の方の三女ですね、右大臣の実吉の実吉さんは異母系であると、徳川圭輝ですね、慶喜の正室の美香子さんとは義理の姉妹であるということです。今近所陛下の皇におきまして皇后さんは赤十字の役員をされておりますけど、名誉総裁ですかね、それはこの証言皇后から始まったようですけれどもですね、それで、明治神宮なんかに足跡は残っていると思いますが、伏見桃山御陵で明治天皇の横に御陵が設けられております。これは何かからくりがあるということです。で、大正天皇の皇后の貞明皇后は九条家の方ですけれどもね、大正天皇は体が悪かったということです。お子さん、男のお子さん何人も生まれるはずもなしですね、何かからくりがあると思われます。上皇陛下も昭和天皇のお子さんではないと聞いております。いろいろややこしいですが、裏できちっと皇統を守る八田ガラスという言われるエスタブリッシュの連中がおりますんでね、今回のいろいろいたことはありますけれども、何度かまとまっていくんじゃないかと思われております、思っております。まだ初めて様相した皇后と言われておりますのでね、で、桃山御陵の明治天皇の横に入っているということです。で、天皇神社におきましては、明治祭の時にですね、明治節の時におみこしが出てですね、5月の17日には天道花神事というのがあるそうです。
この辺、葵祭りとの絡みがあるかもしれませんね。結局天照大御神というのは誰なのかということは裏ではヤハウェの神を言うてるのかもしれません。また葵祭りのところで言いますけれども、葵祭りというのはイエス・キリストの復活を祝う祭りですので、また話は横にそれてしまってはいけないので、本日はここまでにさせていただきます。明日もちょっと天候を見ながら散策して歴史解説をさせていただきたいと思います。本日はここまでさせていただきます。ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。